ローン・セストン城。封建時代のモッド・アンド・ベイリーやと、モッドの土塁の上に建てられた、ウィンザー城のラウンドタワー・モッド・アンド・ベイリー、または、モッド・アンド・ベイリーは、ヨーロッパにおける追記形式の一種であり、10世紀から12世紀のフランスやイギリスなどで多く建築された。12世紀以降は、10世紀に登場した石造りの城に置き換わっていった。モッド城閣とも呼ばれる。 モットベイリーという語は、比較的近代に作られた語である。モッテは、フランス方言のラテン語モタから来た言葉で、最初は、芝という意味であったが、芝の土塁を指すようになり、12世紀頃には、城の設計を指すようになった。ベイレーは、低い庭を意味する、ノルマン語のバイ、または、バスセクアから来ている。中世の資料によると、これらのベイリーと、 白の複合体を指す語として、ラテン語のカステロムが使用されていた。カステロムは、英語のキャッスルの元になった語である。モット上郭の地図19世紀の、ウジェーヌ・エマニュエル・ビオレルデュクによる、ラタスックの修復が14世紀のカリスブルック城を再現した模型モットは、小山、ベイリーは、外壁に囲まれた領域を意味する。平地や丘陵地域の周辺の土を掘り出して、 堀を形成し、その掘り出した土で小山や丘に盛り土をした。小山は粘土で固めて、その頂上に木造を、または石像のキープを作り、丘を木造の塀で囲んで、貯蔵所、住居などの城の施設が作られた。モットベイリー型の城は手早く建築できるのが特徴で、8日間で作り上げたという記録もある。このため、ノルマン征服後に、 ウィリアム一世やノルマン貴族がイングランドやウェールズ、スコットランドの境界に数多く築城した。イギリスでは現在でもモッド城郭の跡である小山を各所で見ることができる。またフランスにおいては王権が弱かったため各地の弱小領主が競って治領に建築した。モッドは大地から起伏している丘のような場所で頂上に機械石の城塞を建てている。 これらは自然の丘を利用したものか人工的に作ったものかの判別は難しい。いくつかは青銅器時代の紛球棒を利用している。モッドのサイズは高さ3から30メートル、直径は30から90メートルである。3メートル以上とするのは軍用以外にも使用される小さな塚を除外するためのものである。イングランドオトエールズにおいて10メートル以上は7%。 10から5メートルは24%、5メートル以下は69%である。モットは、周囲の堀を掘り起こした土などから盛り土をしてから、天守を建てたり、最初に塔を建ててから部分的に埋めて、地下室、地下通路にしたり、完全に埋めてさらに上に建物を建てるなどして、建造する。ベイリーは、モットの下の平地であり、堀や屋いなどの壁に囲まれた場所である。 可能な場合、堀には、水が引かれ水堀、り、人工池などとした。ベイリーのうちには、弊社、店舗、旧社などがあり、経済の中心であった。こういったベイリーは2箇所以上ある場合もあり、それらは仮設橋を伸ばして接続された。ベイリーの形状は、比較的バリエーションがあるが、2箇所以上ある場合は、モッとを内側として、その一つ外をインナーベリー。 その外にあるアウターベイリーとすることもあった。ありがとうございます。